小工事は東京都新宿区にある総東州の寺院。1582年、設定春席によって解散された。もともとは現在の千代田区工事町に位置していたが、江戸城拡張工事のため、1634年に現在地に移転している。かつては新岩院、や大の達中を要していたが、明治の廃物希釈時に九州合併したと言われている。 墓地には、江戸時代の死刑執行人六代、山田浅上門義正、映画監督の島津康二郎の墓がある。明治になり、残首刑が廃止となったため、山田浅上門の首切り業は五役五面となった。収入源を失った山田家は、家計が苦しくなり、家財道具を売って、生計の足しとした。その中に炭素があった。小道具屋から炭素を購入した、傍家では、 気を止む家族が出たり、タンスが変に動くという怪奇現象が起きた。原因を探ると、山岳から放出されたものと判明したため、タンスは山岳に送り返された。その後、結局、当時が預かることになったが、開業時坂でどういうは結果動かなくなったので、度胸してなんとか、寺内に入れたという。寺ではタンスにお経を入れたところ、怪奇現象は起こらなくなったという。このタンスは。 1945年の空襲で消失し、現存していない。ありがとうございます。